RIEHATA さんの衝撃的な告白、コミュニティの影響とは、新しい視点からコミュニティの魅力とイベントの社会的影響を考える、怒りと残念な気持ちが心に満ちています。真のファンであれば、RIEHATA さんがキンプリやナンバー、愛への貢献を理解できるでしょう。しかし、過激な一部の人々のせいで、紫輝くんたちに迷惑がかかっていることは明白です。 紫輝くんが責任を感じている可能性もあり、それが胸に苦しみをもたらしていることでしょう。彼らが世界への道しるべを失わないように心から願います。一部の声がコラボを望んでいるというのは、ファンへのリップサービスではなく、本当の願望でしょう。しかし、今彼らが直面しているのは世界への挑戦であり、個々のスキル向上に焦点を当てる必要があります。過激なファンの言動がナンバー。 愛の可能性を妨げることは悲しい事実です。これ以上のアンチ活動は法的措置が取られる可能性があります。RIEHATA さんの X での投稿は最後通告と受け取るべきです。彼らが進むべき道を失せ草ないように願います。新しい記事で RIEHATA さんの X に触れ彼女が言葉に詰まってしまった瞬間に思いを馳せました。平夜単の中には感謝の気持ちを抱いている人も多いでしょうが。 それでも悲しい現実があります。RIEHATA さんの成功は、ただ単に個々のアーティストの成功だけでなく、日本の音楽産業全体にもポジティブな影響を与えています。他のアーティストたちもこの波に乗り、刺激を受けてより素晴らしい作品を生み出すことに力を注いでいます。新しいエンターテインメントの形成には、多様性と豊かさが不可欠です。 しかし、RIEHATA さんに対する一部の過激なファンの行動が、コミュニティの分裂を招いています。この状態を打破し、平和な応援をしたいという気持ちは、真のファンとして理解すべきです。彼女とのコラボには感謝の気持ちが込められており、それがナンバー、愛のパフォーマンスをより素晴らしいものにしています。この成功は、言語や文化の壁を越え、世界中で日本のコンテンツに対する関心を高めています。 音楽が国際的な交流の機会を増やす手助けになることを期待しています。最後に、この成功が個人だけでなく、ファンや関係者、そして国全体が共有する瞬間となり、日本のアーティストが世界と共に歩む新たな時代の幕開けとなることを心から願っています。ナンバーアイの活躍が、さらなる可能性を切り開く手助けとなりますように。ナンバー、アイのファンであるなら、紫輝くん。 キシ君、ジン君への信頼が大切です。彼らは匂わせることなく、堂々と自分たちの関係を伝えるでしょう。彼らが世界を目指している今、くだらない噂話に振り回されることは避けるべきです。彼らの成功を邪魔するのは本当に意味がありません。最後に、RIEHATA さんへの攻撃的なコメントに対して、ファンとしては心から謝罪します。 紫輝くんの楽しそうな表情が見られなくなることは本当に残念です。ファン同士が団結し、ナンバー、愛と共に未来へ進むことを願っています。